おはようございます。自粛チャンネル今日も始まりました。スケさんです。今日はね、久々にスケさんシリーズってことで、今日はもう三条湖に来てますってことでね、今日はちょっとね、珍しくいいですかね、グダグダやな、はい、通りもんの古谷会長と、はい、久しぶりです。西の番人グリスさんと、こんにちは。そしてペタの有名なビシビシ、ビシ、はい、ミキちゃんのお父さんです。娘がお世話になってます。はい、チキンバーガーです。はい、スタンです。あ、渡辺です。ということでね、このメンバーで仲良く楽しくやってるんで、超過の方は後ほど超過に動画にアップするんで、どうぞよろしくお願いします。頑張るぜ。はい、今ね、こんな感じでね、昼間の朝食タイムです。そして久保さんが俺を取って、俺が久保さんが俺を取ってると、不思議な光景です。そしてこっちでライブをやってると、はい、こっちでライブをやってて、でもしかするとずっさんが TikTok のライブ、ずっさん、はい、TikTok ライブ始めねえと、TikTok ライブこれとんでもないことになっちゃってますよ、これどう、ぐちゃぐちゃどうなっちゃったこれ、ぐちゃ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 、今日はね、ビシッて言いながらビシッと、スケさん、はい、今日はね、わざわざ寿司さんが、ね、関西から榛名湖に来てくれました。10時間でしたっけ。いや、10時間10時間じゃない。今回はちょっとあの高速の工事があったんで、はい、7時間この人ね、まあね、この感じでね、寿司さん楽しんでいきましょう、お願いします。いや、まあ、1ヶ月ぶりぐらい。そうですね、そうですね、1ヶ月ぶりですね。マブダチやん。なんか、もうこのさんにお前な、距離を感じる。2週間前ですよね。2週間経ってで、ほらこっちも撮ってください。こっちも、はい、はい、無名会撮影担当の次郎。俺が二郎さんを撮って、二郎さんが俺を撮ってるっていう、この不思議な光景を、まだ気が重い、本当ですよね。俺ここまで来ちゃったの、自分に、はい、ありがとうございます、はい、カープレディのミキさんです。きっかけは本当に琵琶湖ですよね、あの時ね、本当に、船見てこういうね、そして親子の参戦。ありがとうございます。大阪京雰囲気なんだな。不思議なことだな。皆さんこの通りありがとうございます。皆さん次また行きますよ。風とした晴れなくは真夏も風が吹けば涼しいですよね。涼しい。そうですね、もう半数。あ、どうも、お疲れ様です。ありがとうございます。ライブ中に一本当てたいんですけどね。去年ありますもんね。どうも。来たらね、こうやって霧がすごい。あのちょっと知らない人が入ってきました。すいません、知らない通行人です。もうおじさん、誰どうも、ちょっと、もうね、俺のチャンネルにもね、ジュニアファンがいるからね。木曜日のお昼過ぎ、ジュニアの、よっこさんで、ね、寒いですよ、元言うのに。絶対いいと思うよ、絶対アップやな、絶対いいと思うよ、絶対いいと思うよ。どうも、うまっ。野田さん、こんにちは。こんにちは。え、いいともない。野田さん、こんにちは。肉、誰、肉焼いてくれる人。いや、買ってます。何を取ってんの。さっき見たアップ、良かったでしょ。みんなで取り合いした。何すか、この光景。発問じゃないですか。みんなでみんなを取り合ってるっていう。
はい、スケさんヒットです。1投目からね投げて 2時間ぐらいかな。お、いいぞ母さん。じゃあ俺入ってこうか。じゃあ逆に母さんこれ取ってもらっていいか。ごめんね、すいません。言わればいいな。70ぐらいじゃないですか。ちっちゃいなこれ。いやいや、でも1本は1本ですからね。10ぐらいあるよ。あります。うん、嬉しい。あの、抜けないでくれ。ありがとうございます。あ、いいとこ食ってますよ。あとお願いします。あ、すいません、すいません、ありがとうございます。あ、いい子いたね。綺麗な声が上がりました。80ないっすかね。うん、あ、80あるね。85、いい子いた。手持ちしてもらえますか。はい、ね、スケさんの年に 2,3 回しか乗ってますか。ひどっ。おー、いいね。一投目からやりました。何かが起こるよ。スケさん、こういうことやられちゃうと何かが起こるよ。何が起きますよ今日は。おめでとうございます。ありがとうございます。まあサイズアップお願いします。はい、またありがとうございます。はい、おはようございます。おはようございます。あ、俺がいね。いや別に大丈夫ですよ。ちょっとね、先ほどいいのが上がったので、朝早く起こすなよ、朝。なんか、釣りやがったな。ひがみの人がいますけど。で、ちょっとね、懸垂、ちょっとしたいと思うんで、やってみましょう。ピシッ。しけさんの鯉が見事に上がりました。え、実は。じゃん。ここで白さが止めてまーす。よくはないぐらいですね。うん、はい。あ、でも、お水ちょっと、綺麗に。すごい立派な鯉です。でもいい鯉だな。うん、すごいですね。ここが短いな、もったいないな。ちょっと短足ですね。30分前ぐらい？そうですね。あ、6あるね。あ、あります？まあ、6だね。まあそんな感じでいいの釣れました。あ、おる。あとのぶさん手持ちは後で取ってます。はい、本当にスケさん釣ったのかよ。いや、なんか釣れました、釣れました、ね、もうもらったんじゃないの。誰かに。スケさんです。ピシッピシッ。うわ、すげーでっか。いいと龍門です。ガタガタ起こされちゃいました。スケさん釣ったそうですよ。見てないけどね。絶対嘘でしょ。96センチ。こんなの春の子にいるわけないですよ。持ってきたら。なんかひがみのガヤがすごいな。おめでとうとか誰も言わない。おめでとうございます。ありがとうございます。あ、これだ。腕痛いですよね。ちょっとちゃんと取ってくださいこれ。二度と釣ることができないかもしれないからね。あと5分が待ってたやつ。あったかいね。いました、スケさんがね。写真撮るのうまいかな。めっちゃでかい。よし、 OK ですか。はい、すごい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとお借りの儀ってことでね。ごめん、スケさん、撮れてなかったなんて。はい、ありがとうございます。遠い。
とうございます。ありがとうございます。ということで、今回の某三条湖の調査は終了いたします。ということで、調査の方はですね、なんと2本僕がゲットしました。僕1本ゲットしました。え？そうっすか？そうですよ。マジっすか？キープしてます、ね。今知りましたよ。キープしてます、ね。マジっすか、はい？逆にそれじゃあちょっと後で取りましょう。ちゃんと釣りますよ。やりますね。70ですか？え？80ぐらいです。お、よかったですね。僕はでもそれをさらに上回る大型をねちょっとゲットしたので。調子いいんでね。はい。それはね次回の動画でねご視聴ください。でまたね龍一さんもね今回遠征。ね、来てくれるってことね。今年はリベンジしてくれるんで、はい、リベンジ、はい、まあ、とりあえずリベンジして成功してます。僕もリベンジ成功してます、これね、楽しい情報だったと思います。じゃあまた、まあ、大体つんだから、はい、じゃあ今回はみんなの情報終了いたします。お願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。これね、ジスさんがね、なんとね、春菜の初恋ゲットしたみたいなんでね、ちょっと逆、ね、逆じゃん。いや、いいっすよ。あの、ジスさん、もうちょっとこっち来てもらっていいですか。いや、こっちだよ。ん、いや、今動画撮ってんの。いや、そのちょっと、壁っすよ。いや、これ、春菜は、春菜富士バックの方がいいっすよ。そういうこと。思いっきり逆行。はい、ずしさんおめでとうございます。どうです、春菜の初恋は。初恋、あんまり最初すぐ燃え突っ込まれた二人は面白くはなかったまあでもね、あのおめでとうございます。はい、1年ぶりに自分のゲットできました。はい、はい、じゃあ次はね、大物目指して、さらなる大物目指して頑張ってください。おめでとうございます。はい、じゃあお別れの儀を、あ、お別れの儀の前にちょっと恒例のはい、チパ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 、はい、チパチパです。パクパクやねんけど。はい、じゃあお別れの儀で。元気やわ。でもな、元気ですね。うん、はい、バイバーイ。お母さん連れてこいよ。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。